孫さん、今ここでスーパーサイヤ人になっていただけませんか？お願いします。わかった。スーパーサイヤ人。なんて気だ。フリーザに勝つわけだ。で、どうすんだ？俺もスーパーサイヤ人に。失礼します。噂は本当でした。いや、それ以上です。おめえが本気じゃなかったからさ。あなたには全てをお話しします。失礼します。変わるといいな、未来。はい、悟空さんの強さを知って少し希望が持てました。また会えるか？必ず応援に来ます。3年後に生きろよ。正直言って今度の敵に勝てると思うか？見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答えろ、クロ。頼むからおめえはヤバくなっても無理すんなよ。父さん、ほら、クリリンさんが。クリリンさん。大きくなったな、ご飯。エネルギー値の異常に高い人間がこっちに来る。あれは96% の確率でヤムチャという人間。あんたら見なかったか？殺人をやらかした二人組がどこに行ったか。私たちだ。はっ、うわ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 っ、ハイヤー！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 
覚悟はいいな。オッカン！決めた。いただきだ。何？このまま死んでしまえ。そう。ヤムちゃん。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かったんだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。ここじゃ犠牲が大きい。誰もいない場所に移ろう。出てこい。あいつもぶっ壊してやる。お前たちに我々は倒せない。好きな死に場所を選べ、孫悟空。レッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けた。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。かなりのパワーアップを果たしたようだな。だが19号でも十分に倒せるレベルない。あ、そう。じゃあその強さを見せてもらおうかな。おりゃ。あれがスーパーサイヤ人。俺たちとまるで違う道が。そうか、孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方。そいつはなんだ。あれだけやられながらキャラとしてやられず。人造人間、痛みも疲れもないんだろうぜ。今でも遊んでる気は。病気なんだよ。未来から来たやつの言ってたウイルス性の病気か。苦しい。どうなっちまったんだ俺の体。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。てめえらガラクタ人形の出る幕じゃねえ。これまでの動きを見ていて分かった。貴様らは噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしているのだ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。なんであいつがスーパーサイヤ人に。穏やかな心を持っていないとなれないんじゃなかったのか。穏やかだったさ。穏やかで純粋だった。ただし純粋な悪だがな。ただひたすら強くなることを願った。そして凄まじい特訓を繰り返したさ。ある時俺は自分の限界に気づいた。自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。
俺は喜びに打ち震えたぜ。やっとカカロットを超え、サイヤ人の王子に戻る時が来たんだ。たわごとはそれぐらいにしておくんだな。やっぱりそんな程度だろうな。スーパーサイヤ人にはちょっと凶暴性が増すな。貴様ら痛みを感じないのか。ラッキーだったな。どうした？貴様らガラクタ人形の計算が狂った。恐怖を感じるのか、人形野郎ども。違いだったようだ。だが相変わらず貴様の勝利する可能性は全くないぞ。カカロットがどうしたというんだ。この俺もスーパーサイヤ人になる。同じ条件ならサイヤ人の王子であるこのベジータ様の方が奴をはるかに忍ぶんだ。私がやる。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間だ。女じゃないか。ソラ！ソラ！邪魔だ。とっとと消えろ。逃げたきゃ逃げてもいいよ。私たち逃げる者には興味ないからね。冗談じゃない。なんで逃げる必要がある。お前たちが武士道精神を大事にしていると見込んで、これだけは言っておくぞ。1対1の試合を邪魔する者がいた場合は、この俺も参加させてもらう。続きあんの？当たり前だ。そうこなくっちゃ。
忠告したはずだろ。1対1の試合を邪魔する者がいた場合はこの俺も参加させてもらうって。ね、なんだと？これでおしまいよ。もう片方の手も使えなくしといた方が良さそうだね。心配するな。ドイツもまだ生きている。もしもっと腕を上げることができたらまた相手になってやると言っておいてくれ。じゃあな。現れたな、化け物め。次は貴様が私の食事になるのだ、この大魔王。なぜ俺の名を知っている？何者だ貴様。俺はお前の旧代だ。貴様の正体は何だ？話すんだ、詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。そういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやろう。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。
だが残念だったな。人違いだ。何？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか。そういうことだ。貴様が町の住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。それはどういうことだ。思いっきりやれるからさ。これでとどめだ。うまくいくと思うのか。どうした。死ね。そんな程度か。貴様がとてつもない化け物だと感じたのは勘違いとは思えんが。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもな。完全体？貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ？送り込んだのは私自身だ。それにしても貴様がタイムマシンのことまで知っていたとは驚きだぞ。だがこういうことまでは知ってはいない。カメハメ！生体エキスを吸収すれば私はかなり完全体へと近づくことができるぞ。貴様は何者なのだ。どうせ死ぬんだ。教えてやる。私の名はセル、人造人間だ。孫悟空がどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ふん、
前のように簡単にはいかんぞ。なぜ絶対に勝てない勝負をするのか理解に苦しむね。うわっ、あれはピッコロじゃない。うわっ、これでとどめだ。驚いた。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。確かにピッコロ大魔王ではないらしいな。もっともお前の正体などに興味はない。孫悟空の居場所を知りたいだけだ。喋るわけがなかろう。では戦いの続きをするか。今度は本気でやらせてもらうぞ。くわっ！逃げろ！どうした？パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セルとうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。何者か知らんが邪魔だ。とっとと消えろ。俺は今そいつと遊んでいるんだ。17号、そいつは貴様を殺して自分に吸収するつもりだ。逃げろ。そらそら。喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝る。パーフェクトな超人が誕生することになる。ふざけるのもいい加減にしろ。誰が貴様なんぞに吸収されるものか。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。逃げるのだ17号。そいつを完全体にしてはならない。やれやれ、やっとまともにお話をしたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。おっしゃ、そらそら、ずっしゃ、そらそら、遅いんだよ。おい、うまくいくと思うのか。17号もピッコロみたいに止めてるの。そうじゃ、あまりにもあのセルというやつが強すぎる。お前のことは逃げる。絶対に。うわっ！死ね！うわっ！
どうも強くなりすぎてしまったようだな。ジョーノ、セルを破壊せ、戦う時が来たのだ。孫悟空と出会う前、お前たちはいいやつだ。そらそら、一緒に旅ができる楽しかった。ではそろそろ吸収させてるのだ。命知らずのバカがまた現れたか。16号自滅するつもりか。計算では私とセルはほぼ五分と五分の力だ。たんかんのお前が完全体になるのを阻止するには息の根を止めるしかないということか。そんなことは不可能だがな。やってみなければわからない。わかるさ。
れのとっておき見せてやるぞ。邪魔だ。18号、何をしている。早く逃げるぞ。たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。放っておいても死にそうだがな、消してやる。孫悟空、おめえがせるか。一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。さあ出てこい。出てくるんだ、18号。まだ姿を見せんつもりか。派手に動き始めたよ。貴様はベジータ。貴様がセルか、降りろ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たなんて。冗談を言いに来たんじゃないだろうな。倒しに来たんじゃない、跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。やはりこの程度か。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。僕の、貴様はベジータだろ。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。こんなことがあってたまるか。おっ、違う。私と戦った時はわざと弱く見せてたんだろうか。
さらにショックな事実を教えてやろうか。あそこにトランクスというやつがいる。そいつも俺ほどではないが近い実力を持っているぞ。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。ぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。完全体になれさえすればあんな奴ごと気に。貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。ドゥーだ。ベジータ、戦ってみたいんだ。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。やはり完全体といっても大したことなさそうだ。大きさも前より縮んでやがる。ちくしょう！よくも18号を！あんなカスみたいなやつをいたぶって嬉しいか。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいになるぜ。これは確かにお前たち3人に比べるわ全然大したことはない。相手の強さからは今クリザーなんか参考にしちゃいけない。実はもっととんでもないパワーを秘めてるぞ。前のようになトランクス、うん、お前はベジータの超えられなかった壁を超えてしまった。違う、ロサは確かにスーパーサイヤ人の限界を超えたんです。だけどある日俺はその世界をもさらに超えてしまう。プライドの高い父さんには言えやしません。あのままセルを倒しておくべきだから。父さん、やがれ。やがれ。確かに素晴らしい。もうあんた、くそったれめ。貴様本気でやってないな。だからウォーミングアップだと言ったではないか。本気でやりやがれ。俺に散々やられて頭に来てたんだろう、セル。じゃあ少しだけ。無駄だ。
で貴様もおしまいだ。ファイナルフラッシュ。いい気になるね。手応えあったぜ。ざまあ見やがれ。どいつからやるんだ。やはり孫悟空、お前からやるのか。ああそうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。このかな。これぐらいでいいだろう。孫悟空か。さすがに戦い慣れている。他の奴らとは一味も二味も違う。こいつは想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気を抜くとあっという間にやられちまうぞ。悟空さんの目つきが変わった。来いよ。ああ、なるほど。思いのほかダメージは大きかったぞ。入った。王さんだ。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなればこの地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぜ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。今度の試合で多分セルゲームは終わる。おめえの出番だぞ、ご飯。あれ、ご飯、平和な世の中を取り返してやるんだ。わかりました、やってみます。反省しろ、孫悟空。お前の見当違いのせいで息子は死ぬのだ。ザコが
ゴドゥ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも、お父さんみたいに戦ったりするの好きじゃないんだ。貴様が戦いを好きじゃないのはよくわかった。だが私を殺したくないという意味がよくわからないんだがね。僕にはだんだんわかってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。やめろ。怒るなら思いっきり怒ってみろ。16号、お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。これが最後の力だ。なぜだ、なぜ爆発しない。は、博士が物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。そりゃデュンは所詮貴様はドクターゲロの失敗作だったようだな。あんな奴らごとき私が相手をしてやるまでもない。1,2,3,4,7 人か。よし、今度は何をやらかすつもりだ。なんだ あれは。さあ行け。セルジュニアたちを、あの岩の上にいる7人が相手だ。痛めつけてやれ。なんなら殺しても構わんぞ。気をつけろ。恐ろしく強えぞこいつら。
無駄だ。絶対に勝てはせん。小さくても私の子供たちだぞ。そったれベロベロベロバこれまでだ。
いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。ふん、大きく出たな。では見せてやる、このセルの恐ろしい真のパワーを。これが本気になった私だ。俺がどうした。そりゃ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 ザコバ。すぐに楽にしてやる。おう、はい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 、うわっ、なるほど。信じられん。こんな奴がこの世に存在するとは。この私のパワーが完全に負けている。だが勝敗は別だぞ。くらえ、全力のカメハメハだ。受けざるを得んぞ。なぜだ、なぜあれほどのパワーが奴に。おらん、何をしている。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ父さん。あんな奴はもっと苦しめてやらなきゃ。これ以上あいつを追い詰めるな。何をするかわからんぞ。貴様なんかに負けるはずはないんだ。
戻った。完全体じゃなくなった。つまらない。それじゃあお前ももう終わりだな。この木は、そんな驚いているようだな。では教えてやろう。なぜ私が生きているのか。自爆をした時、幸運なことに私の核が傷つかずに残ったのだ。正直言って再生できることを計算したわけじゃない。運が良かったのだ。さらに嬉しいことに、その体は18号抜きでも完全体として再生していた。ただの完全体ではない。孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていたのだ。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのであろう。つまり私はより完璧になってここに帰ってくることができたんだ。孫悟空は私を倒すどころかいろいろプレゼントをしてしまったようだ。何がおかしい。気でも触れたのか。僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。それはどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。この手で。何が惑星ベジータの王子だ。残念だったな。がっかりさせやがって。どうぞ。消えてろベジータ。こいつは思わぬ収穫だったぞ。遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。お前たちを許しはせんぞ。地球ごと消えてなくなれ。この俺がお荷物になるとは。すまなかった。ご飯。どうした孫悟飯。最後の抵抗を見せてみろ。やめよ。抵抗したって無駄なことくらい分かっている。残念だ。
お前が僕がコッパみじんにしてやりたかった。つまらんな。あっけない幕切れだった。では遠慮なく全てを闇にしてやるか。お父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。守れたはずの地球を。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ゴハ。お父さん、おめえもセルみてえに思いっきりぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てっすな。自分の力を信じろ。恐怖のあまりの独り言か。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。わかりました。やれるだけのことはやってみます。頑張れ。このままやられたんじゃオラたちはただの犬死にだ。敵を撃ってくれ。ごめんなさい、お父さん。僕が調子に乗ってしまったせいで死なせてしまって。気にすんな。俺はこっちで海王様と楽しくやっからよ。おめえは地球で楽しく生きるんだ。わかったか。はい。あ、黙れ。地球ごと消えてなくなれ。こんなものか。耐えろ。耐えるんだ。こわっ。ついにやったな、ゴハ。やりやがった、あいつ。完全にやられた。あいつら親子に。くそ、カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのか、トランクス。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ、18号。ふん。ああ、ジャン、ジャン、ジャン、片付けてやる。片付けてやる。しつこいね。まさか、なんだ、何をしたんだ。なぜお前ごときに18号が。今のは殺された仲間たちの、そして今度はゴハンさんの仇だ。どうした、来い。
情報とは大違いの強さじゃないか。終わった。いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。そこにいるのは分かっているぞ、セル。俺を殺し、タイムマシンに乗り、過去へ行って17号と18号を吸収するつもりなんだろう。完全体になるために。なぜそんなことを。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せるはずだ。心外だぞ。貴様の力では俺様はおるか。17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ。まさか二人が消えてしまっていたのも。マグロ。ああ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 にお前を過去には生かさん。ふざけ、アホ兄さん。全力で行くぞ。全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。